どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さいウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は長渕剛さん、いきます。ろくなもんじゃねえ。こちらの曲をこのウクレレを使いまして、ガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方もなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョンで思いっきり歌いましょう。後半はノリを入れた8ビートのこうノリのいいスタイルでですね、もうさらにこうパワーアップしてやろうと、かっこいいバージョンやります。2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、いつも頭の中流れている曲、思い入れのある曲、 CD 聴いたりカラオケ行ったりするのもいいんですけれども、自分で楽器の演奏をしながら弾きながら歌うこの弾き語り、これめちゃくちゃ楽しいんで、ぜひ皆さんにも体験してもらいたいです。音楽聴くのもいいですけどね、やるのは最高なんです。はい。でもな、楽器はちょっと苦手でね、私音楽はね、聴くの専門なんですという皆さん多いんですけれども、大丈夫です。ウクレレだったら、すぐできるんです。弦も4本しかないしね、ちっちゃいから、いつでもどこでも近所の人でペット触れるんですよ。だから知らないうちにこう、夢中になっちゃうやつです。他の楽器、ピアノとかギター弾ける方もね、またこのウクレレって楽器でやるとまた全然違う表情、音楽の表情になるんで、ぜひちょっとトライしてみてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんな人でもどんどんあっという間に弾けて歌えるようになります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐできるようになります。あれ、私も今できてんじゃん、すぐなりますからね。しかも YouTube ですから、いつでもどこでもスマホで無料で見られるわけですから、これは始めましょう。はい。じゃあここにリンクあります。初心者レッスンはここ、行ってらっしゃい、クリック。行ってらっしゃい。そこには今まで私が取りためてきたどんな曲、もうあらゆる曲をですね、ウクレレで簡単に弾こうということで、レッスン動画としてアップロードしております。定番の J-POP、最新 J-POP、洋楽、ハワイアン、昭和歌謡曲、演歌、映画の曲、アニメ、洋楽言ったっけな、まあ、とにかくあらゆる曲をウクレレで簡単でやっております。さっきのリンク先のところから、曲検索とか歌手名検索とかジャンルボックスから探せたりするようになってますので、お気に入りの曲をどんどんやりましょう。よし、行きましょう。それでは、長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、1。ピーピーピーばかりで飛び出した18の俺、愛はいつも嘘つきに見えて、知らないうちに一人が好きになってた。心を笑われちゃう。
さ。悔しくて悲しくてこらえたよ。大嫌いだぜ、大嫌いだぜ、ろくなもんじゃねえ。長渕剛さんのろくなもんじゃねえ、グッときますね、はい、これは大きい声でこう魂を込めて歌い上げたい感じですけれども、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレリオリジナルショートカットにさせていただいております。ウクレレ練習用でございます。でフルでやりたい方はコード進行はあの1番の歌詞と、あ、コード進行と一緒ですので、2番の歌詞はこう自分だけの歌本とかノート書き出してね、やってみてください。動画のテロップと一緒にできた方は今度はそれを自分で書いて自分だけで演奏してみるのをおすすめしたいと思います。その時の参考になるように私のノートを見ていただきます。はい、ここイントロピーピーピーのところから始まって、曲の構成はシンプルなんですけど、もうすっごいこの歌詞とこの歌い方の熱量がギンギン伝わります。はい、これをちょっと参考にちょっとメモっていってください。ちょっとね、今回ワンブロックこれちっちゃい表記なんで見づらいかもしれないんですけど、お願いいたします。はい、一時停止でね。でここにくるっとかっこってやるやつは後半やるかっこいいバージョンで、ちょっとここでコード変えてみようかなと思ってアレンジで後で解説します。はい、でこの辺いってみましょうか。はい、ここも伸ばすとかそういうのテロップにも書いてあると思うんでね。はい、でここ PPP って感想をやったら、ここ要は2番の B メロから B メロとかサビになるのかな。はい、こんな風なアレンジで、ガズレレではやっております。で最後 PPP 繰り返して終わったということになる。で今、コードの解説いきますと、このコード5個なんですよ。すごいですよね。コード5個でやりました。はい、CAmFG7Em7、 このガズレレ入門簡単コード5つでろくなもんじゃねえできちゃったということでございます。この5つのコードはこれ超入門コードなんですけど、一応皆さんにシェアしたいのはこちらです。ガズレレ必須コードというコードのグループがありまして、コードというものをね、あの覚えなきゃいけないんです。コードの上にメロディーが載ってるっていう、そういう風になってまして、コードを覚えるって一言で言いましても、本来はね星の数ほどあるんです。もう本当に数え切れないぐらいコードってあるんですけど、とはいえ全部覚える必要もないんですよね。で、じゃあどうしようかって時に、今この皆さんウクレレで音楽を始めようと思っているということでございます。このウクレレにとって、ものすごく便利で仲良しのグループのコードがあるんですよ。10個ぐらいあります。それをガズレレ必須コードと名付けていまして、10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見ると指1本だったりとかして簡単なんですよね。で、これを10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるんで、以前私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画があります。ここでリンク貼っておきます。ここのリンク先の動画で、このガズレレ必須コードはもう必須ですから、マスターしてください。で、今日はその中の5つですから、かなり、コードの難易度は低いんですということでございます。はい、じゃあ、こっからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。それでも一箇所かっこいいコード、ちょっとアレンジを入れたいと思うんですけれども、このコードです。はい、 C のサス4というコード。この C のサス4っていうのはよく出てくるんですけど、この C と行ったり来たりして使うと効果抜群でございます。どこで出てくるかというと、さっきも言ったやつここですね。この C の時一箇所だけちょっと入れてみたい。はい、ここちょっとやってみますね。C はまず C はここね、C のサスポっていうのはこの2弦の1フレット、ここを足したのが C サスポ。これが C、C サスポ。C サスポから C みたいな、こんなイメージで使います。ちょっとそこのとこやってみましょうか。愛はいつも嘘つきに見えて、知らないうちに一人が好きになってた。次です。じゃんじゃん。C サスポ、C みたいな。だんだんだん、だん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 。こんな風に1回だけちゃんと入れてみるということ。C サスポ。入れてみましょう。はい、今もちょっと弾いたんですけど、全体的なリズムとしてはこちら8ビートのチャというガズレレオリジナルの表現のリズムの、弾き方で やろうと思います。どんな感じか、こんな感じです。ピーピーチャンチャッチャスチャンチャンチャッチャスチャンチャンチャッカチャンチャッカチャン。これを8ビートのチャというふうにガズレレでは言っておりまして、まずこのストロークの中8ビートというリズムに、このチャという音はドラムのドンパッ、このパンスネアの音を表現してます。
打楽器的な要素、はい、この弾き方で 前編にわたってやってみようと思います。ストレートな感じです、はい。この8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画でマスターしてください。すごいラッパーみたいになっちゃいましたけれども、はい。で、8ビートのチャ、まずね、このチャがちょっとね、まあ、初心者の人にちょっと難しいかもしれないんで、8ビートのチャの前に普通の8ビートというリズムがあって、そっちからやるのがおすすめです。そうするとこうなります。じゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃ。まずここからマスターです。これができるようになったら、今度チャに行ってください。こういう段取りというか、ステップアップが必要になってきます。よろしくお願いいたします。あと曲はね、やっぱ皆さんご存知のように、この曲は本当魂をストレートにドーンとこう、突き破ってこう出していく感じのイメージがすごくいいと思います。特にこう、これといってこう難しい決めもないんですけど、途中で伸ばしたりとかなんですけど、やっぱりね、歌のこの歌詞にスピリットを乗っけるみたいな、そういう、なんていうかな、思いでやるのが素晴らしいと思います。はい。それでは行ってみましょう。ろくなもんじゃねえ長渕剛さんの曲、ガズレレルかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。ピー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 私の俺、愛はいつも嘘つきに見えて、知らないうちに一人が好きになってた。見えない何かに背中を押され「やっと掴んだものに心を引き裂かれちまった」「心を交じられちまった」「悔しくて悲しくてこらえたよ」「大嫌いだぜ大嫌いだぜ」長渕剛さんのパワフルな曲、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。これはやっぱり曲のシンプルなこのビートの中でこの歌詞の内容とかこう中身をこうドーンとこう伝える、そんなのがもうぴったりの曲だと思います。熱くこうスピリット込めて歌いたい曲だと思います。皆さんも思いっきり歌いましょう。ありがとうございました。音楽は本当最高ですよね。楽しいです。皆さんどんどん楽しんだ音楽やりましょう。さあガズさんですけど、このちっちゃいウクレレ持って全国飛び回ってイベントやってます。あとは本をいろいろ出してる、あとはこのウクレレに関する最新情報などちょっとこの後ご紹介の動画を引っ付けておきますんで、ぜひご覧になってください。今日は見ていただいてありがとうございました。みんなどんどん音楽やろうね。ではドアご案内動画どうぞ。
はい、そういうわけでまずはガズレレ .com ホームページをご覧になってください。このガズレレホームページを見たら大体のことはわかると思います。はい、ホームページのリンクここにカチャッ貼っときますんでホームページ確認してください。さあ、イベント情報ですけど、はい、こちらです。ずら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 と並んでおります。9月の22は宮城県名取イオンモールです。はい、島原楽器さんのイベント。その次はその翌週です。山形の天童イオンモール行きます。はいはいはい、このような感じで9月は東北攻めますよ。で、ガズレレのイベントは何やるかって言ったら私のライブではないんですよ。すごくいい話と音楽がさらに楽しくなるこのことシェアするとか、質問にもいろいろ答えます。なんで超初心者から超ベテランまで一緒の場所にいて本当に楽しめます。一回来ると分かりますけど、その後の音楽人生が間違いなく楽しくなるやつなんで、お一人様も大歓迎、もちろんお仲間同士も歓迎、大歓迎。とにかくね、ちょっと変わった音楽イベントでございまして、楽しみましょう。待ってます。はい、その後は九州行ったりなんかしますからね。ちょっと10月11月はで、11月11日は東京で錦糸町でガズレレの日、11月11日字が4本でガズレレの日に勝手に制定してますんで集まってください。最新情報としては12月7日に、はい、ララポート湘南平塚でやります。こちらの島村さんのイベント、これは情報公開になったばっかりです。ずらっとすごくこうイベントが並んで、もう本当に会いに行きます。全国このちっちゃいウクレレでつなぐ音楽の輪、うわ、こんな感じでいきたいと思います。あとガズさん、このウクレレをですね、今クラウドファンディング大成功を収めて、これを皆様のご支援者の様に届けたんですけど、このウクレレをですね、通常販売に向けて今向け、あの製造とかそのサイトとか構築しているところで、もうちょっと待ってください。これ通常販売皆さんにも手にお届けできる、これウクレレはすごくいいですからね。あとは最新情報としては本ですね。この本なんかもう今今年の夏はこれがもう皆さんのお手にお手元に届いて届いて届いて、もうベストセラーをいただきまくっております。感謝でございます。100曲入り、超簡単に弾けるみんなが弾きたい曲まとめてます。本屋さん、楽器屋さんに必ず置いてあると思う。ない方は注文してください。他にもガズさん いろいろね、本出してるんで、はい、見てください。いい本も出してるんですよ。主婦の友社からね、この本とかも見ていただければと思うんですけど、そんな感じです。あとね、ブログを書いてるんですよ。これガズさんのブログ、さっきのホームページに書いてあります。そこで言ってることをね、話してる、ガズトークという YouTube チャンネルを持ってるんでね、ちょっと探してみてください。いろいろやってるでしょ。私こうやって作り上げるね、こう生み出すことがすごい好きなんで、皆さんもどんどん乗っかってきてください。ありがとうございます。じゃあまたガズレレ遊びに来てください。本日はどうもありがとうございました。さよなら。